ウェブ人の山本です。本日もウェブストアにアップする商品をご紹介していきます。本日ご紹介する商品が4月8日の夜21時にアップされる商品となります。商品のお問い合わせ等は掲載後にウェブストアの方にお願いいたします。詳しくは概要欄に貼ってありますので、そちら確認のほどよろしくお願いいたします。では T シャツからご紹介していきます。まずチャンピオン T シャツからですね。タグはこちらですね。80年代ラージ表記 100% コットンのボディですね。目付きですが、2つ付いてます。ちょっと珍しいですね。で、もちろん袖にも付いてます。で、ボディはシングルシングルで、バックプリントにこちら、めちゃめちゃ目がついてます。はい。で、若干ですね、フロントシミ汚れ、シミというか、軽いシミがありますね。はい。で、こちらラージ表記ですが、まあ、程よいゆとりで、はい、持って切れるかなと思います。こちらでお値段の方が、5800円と消費税になります。続きまして、こちらもチャンピオン T シャツですね。こちら青タグの XL 表記、アメリカ製ですね。80年代。はい。紫ボディですね。はい。こちらもシングル。裾はダブルになってますね。はい。で、スクリプトのラバープリントと袖に目がつきます。はい、で、バックは無地ですね。はい。で、こちらが XL 表記で、ちょっと着丈僕だと長いかなっていう感じです。こちらでお値段の方が、5800円と消費税になります。続きまして、プリント T シャツに入っていきます。タグが、ちょっともう読み取れなくなってますね。はい。で、こちら、まあ見る感じ LXL くらいかなと思います。丸胴ボディではないですね。ユーロなのかなーっていう感じですかね。はい。いいプリントだと思います。バックは無地ですね。状態はいいです。で、僕で合わせると少し緩めかなという感じです。はい。めちゃめちゃボックスシルエットです。着やすいと思います。こちらでお値段の方が6800円と消費税になります。続きまして、猫 T ですね。フルーツのラージ表記のアメリカ製ですね。100% コットンのブラックベースのロン T で、6匹猫ちゃんです。6匹?あ、5匹、6匹ですね。はい、6匹猫ちゃんですね。はい。で、こちらコピーライトですね。ございます。で、バックもしっかりリンクしてます。めちゃめちゃいいロン T だと思います。で、ラージ表記ですが、まあ、フルーツなのでちょっと縦長なシルエットですね。まあ、身幅ちょっと狭いなっていう方は全然伸ばしちゃってもいいと思います。はい、ロンティーいいと思います。こちらで6800円と消費税になります。はい、続きまして、こちらですね。ヘインズ2枚タグの XL 表記の 100% コットンボディですね。はい、フロントこちらのプリントが入ります。シンプルなロゴですね。はい、2001年のコピーライトがございますね。ワーナーと入ってます。で、ダブルダブルのバックプリントはなしですね。無地です。XL 表記で2枚タグの年代なので、はい、すごい着やすいシルエットかなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。おー、これめちゃめちゃいいですね。レイダースの一着ですが、タグがこちらですね。アメリカ製の、サイズが、こちらは、そうですね。2枚タグなんで、こちらにつきますね。L 表記50-50のボディで、レイダースのフットボール T シャツですね。はい。ブラックベース。で、袖シングルステッチで、ここにもピスが入ります。はい。いいですね、うん。で、バックはこのような感じですね。プリントは入らないです。裾はダブルです。状態めちゃめちゃいいと思います。で、ラージ表記で僕で程よいゆとりを持って着用できるサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。続きまして、こちらですね。タグがヘインズの、サイズ表記ミディアムですね。はい。100%コットンのボディですね。こちらもしっかりシングルシングルですかね。はい。フロントキャスパーの、プリントが入ります。なんか、サイズがミディアムなんで、よりプリントが際立っていいなと思います。で、バックは無地ですね。若干かな?なんかちょっとこう、青く出てる場所がありますね。プリント写りなのか、ちょっとわからないですが、全体的にちょくちょく青く出てます。ちょっと映像じゃ伝わらないかもしれないです。あんま目立たないですね。ミディアム表記なので僕で、まあ、ちょっと緩めかなっていう感じです。はい。いい T シャツですね。こちらでお値段の方が15,800円と消費税になります。続きまして、はい、こちらの T シャツです。ギルダンのちょっと新しめのボディにはなりますが、ラージ表記の 100% コットンボディですね。襟振りももうダブルダブルダブルっていう感じです。で、ブルードラゴン。見てましたね、昔。はい。懐かしいです。小学校の時に。コピーライトは、ちょっと年号入ってないかな、と思います。はい。で、バックは無地ですね。はい、状態は特にパッと見言うことはなさそうですかね。若干の使用感くらいですかね。はい。なんか、アートティーとか結構綺麗に囲われてるんですけど、こうぼやけててすごい着やすいと思います。色も。
L 表記ですが XL くらいの実寸あると思います。こちらで 19,800 円と消費税になります。続きましてブレイチの1着ですね。タグがこちらです。はい、サイズ表記は、こちら XL かな、 XL ですね。青タグアンビルがついてましたね。これはでブリーチのプリントですね。で袖にもしっかりロゴが入ります。ちょっとはい、こちらです。若干ちょっとこう肩付近とか全体的に焼けがある感じですけど、まあヴィンテージでいうナスコンみたいな感じの雰囲気で楽しんでもらえたらなと思います。はい、ピンホールとかはなさそうですね。本当にフェードだけっていう感じです。XL 表記で僕で緩めに着用できます。こちらでお値段の方が 25,800 円と消費税になります。続きましてお供のに入っていきます。タグが、こちらアンビルの XL 表記。はい、で、こちらボディが、シングルシングルですね。ロラパルーザの一着ですね。93年ですかね。でバック出演者がこんな感じです。はい、はい、93名のコピーライト入ります。状態は若干ちょっと使用感ありくらいですかね。うん、ボディも若干くたってていいっすね。で XL 表記で僕でイルベで着用できます。こちらでお値段の方が 25,800 円と消費税になります。続きましてマットハニーですかね。タグが、紙タグになりますね。古いフルーツですね。ラージ表記です。はい、でちょっとこうハンガーの色が見えるくらいちょっともうスカってきてる感じですね。肩とかめちゃめちゃいい雰囲気だと思います。はい。人気なところかなと思います。マットハニーの中でも。うん、で、バックは無地ですね。状態はもう本当にボディのくたり感程度ですかね。で、こちらラージ表記なので、まあ僕で緩めで着用できるかなっていう感じです。はい。こちらでお値段の方が 49,800 円と消費税になります。高くないと思います。はい、続きまして、こちらの T シャツになります。フルーツのラージ表記ですね。はい、アメリカ製。で、フロントおなじみですね。こちらのプリントです。で、コピーライトもこちらにございますね。はい。で、バックプリントこちらです。で、ナインチネイルズと入ります。若干ちょっとプリントの色が、落ちてきてるかなーくらいですね。フロントは結構ひび割れております。で、ボディ自体もコンディションはいいと思います。で、ラージ表記で僕で緩めに着用できますね。はい。こちらでお値段の方が 49,800 円と消費税になります。はい、続きましてマリリン・マンソンの一着になります。はい、ウィンターランドのラージ表記ですね。 100% コットンボディです。アメリカ製で、はい、しっかりマリリン・マンソンの一着ですね。コピーライトもございます。ちょっと97かな、97年だと思います。意外と新しいボディ多いんで、しっかり90のちゃんとウィンターランドってところがいいところかなと思います。はい、状態悪くないと思います。ラージ表記で僕で緩めで着用できますね。こちらでお値段の方が 39,800 円と消費税になります。意外と値段ついてないかなと思います。続きまして、半袖 T シャツ OP ですね。はい、サイズ表記がですね、こちらおそらく M 表記かな、なんか M って入ってます。はい、M 表記のボタンダウンではないですね。はい、半袖のボックスシャツですね。かなりめちゃめちゃ四角、角ポケバカでかいです。はい、まあ、ピンクがフェードした感じの雰囲気ですね。裾にもしっかりございまして、タグが。で、バックはこのような感じです。汗感を楽しんでもらえたらなと思います。ミディアム表記ですが、全然当てにならないですね。LXL くらいあると思います。こちらでお値段の方が 7,800 円と消費税になります。続きましては、ボタンダウンシャツですね。タグがこちらですね。はい、15から15ハーフの M 表記ですね。はい、しっかりこちら3点止めではないですが、はい、しっかりボタンダウンで、まあ軽めのコットン地ですね。はい、まあ色がいいですね。シックに収まるんで、大人の男性の方すごい着やすいと思います。まあ、サイズがちょっとミディアムなので、本当にこれはジャストで楽しんでもらう感じがいいかなと思います。はい、こちらでお値段の方が 7,800 円と消費税になります。続きましてオールドギャップですかね。タグがこちらですね。はい、サイズ表記がこちら L 表記ですね。でスウェット地のポロシャツ、ラガーシャツか、ラガーシャツのシルエットになってますね。でこちらプリントですね。タグじゃないんですよ。そこがいいなと思います。ちょっと鈍いオリーブみたいな色してます。でバックはこのような感じですね。うん、色はちょっとこうフェードしてる感じです。ラージ表記ですが 2XL くらいありますね。バカデカです。これもまたいいと思います。まあ、普通にでかいパーカーの上とかにも着れるんで使いやすいと思います。こちらで 7,800 円と消費税になります。
続きましてラルフローレンに入っていきます。ラルフローレンの、クラシックフィットですね。16ハーフで、こちらも 100% コットンのボディとなってます。綺麗な白シャツです。はい、ポニッシュが一つございまして、ボタンダウン、はい、まあ当たり前に使える一着かなと思います。若干バックちょっと汚れてますね。まあブリーチで全然落とせます。はい、でこちら16ハーフですね。まあこれにシンプルにヴィンテージジーンズで普通にいいんじゃないかなと思います。こちらでお値段の方が6800円と消費税になります。続きましてこちらはネイビーですね。はい、ラルフローレンの 100% コットン、こちらアンドリューですね。はい、15ハーフ、はい、で、ですね、まあ、100% コットンで、これポニーつかない、ポニーなしですね。はい、ポニーなしのネイビーの無地のシャツ、めちゃめちゃ使えると思いますよ。はい、バックアップのような感じです。状態もいいですね。15ハーフですが、案外でかくないですね。本当に表記通りのサイズ感です。はい、僕とかめちゃめちゃいいと思います。体型的に、はい。おすすめですね、これも。こちらで6800円と消費税になります。続きまして、こちら、ボタンダウンシャツですね。100% コットンの、15ハーフですね。はい、でこちらもボタンダウンで、こちらはポニーも入りませんね。はい、ポケットのみですね。はい、まあ、清涼感のあるカラーかなと思います。状態もいいことはありません。で、15ハーフなので、こちらはちょっと作り気持ち大きめですか、ね、僕だと緩いかなっていう感じです。こちらも使いやすい一着です。こちらで6800円と消費税になります。続きましてミリタリーシャツですね。印字がちょっとこちらになりますね。サイズ表記とかちょっと見えなくなってるかな。一応書き込みで薄く15って書いてますね。ちょっと見えるかわからないですが、もうシンプルにミリタリーのシャツになります。縁のシャツ、まあ、若干ミリタリー特有のちょっとこういう薄汚れとかはありますが、まあ、表情も悪くないと思います。エポレットついててワッペン2番と入ってます。でバッグは無地ですね。なんかこの辺にもなんか色映ってる感じとかいいですね。なんかリアルなシャツだなっていう感じですね。で15、おそらく15のサイズですが、まあ、僕でジャストサイズで着用できますね。こちらでお値段の方が、7800円と消費税になります。はい、続きましてスウェットルーに入っていきますが、まずちょっと異素材系ですね。タグがこちらです。はい、ジョーンズニューヨークスポーツと入ってます。 M 表記の、こちらは韓国製になりますが、まあ、80年代から90年代くらいの、まあ、レギュラーになりますね。でベロア生地のボーダー、めちゃめちゃいい古着だと思います。サイドスリット入って、ベロアの状態もいいですし、この紐がなんか太い感じがすげえいいな、感じです。なんかほんとデザイナーズとかでありそうなデザインです。はい。状態かなり良しで、まあ僕で合わせるとかなり大きめですね。XL くらいあるかなっていう感じです。袖がちょっと多分、まあ肩ジャストの方だったらちょっと首丈くらいになるかなっていう感じです。はい、めちゃめちゃいいと思います。こちらで、9800円と消費税になります。続きまして、こちら、ギャップのヘンリーネックですね。はい、コンタグの S 表記。S なのいいですね。はい。で、4つボタンで、まあ、綺麗なホワイトですね。はい、まあ、若干ちょっとポツポツと薄汚れはありますが、これも全然ブリーチで落とせる程度かなと思います。はい。で、形も、あ、ちょっと袖のところちょっと大きめにある。ちょっとシミがあります。はい。肘のとこですね。S 表記で、まあ、僕でちょいゆるっていう感じです。すごい着やすいと思います。着丈も短いですし、こちらで、7800円と消費税になります。続きましてこちらですね、プリントスウェット、はい、MJ ソフィーと入ってます。アメリカ製ですね。ちょっとカット入ってますが、サイズ表記が、こちらちょっともう見られないかなっていう感じですね。まあでもラッセルでいう L くらいありそうですね。はい、サンフランシスコ、こちら刺繍で入ります。はい、でガゼット入ってバックは無地ですね。状態は特に言うことなさそうですね。うん、すんげえわかりづらいんですけど、リブと若干ツートンっぽい感じになってます。はい。で、僕で合わせてかなり緩めで着用できます。はい。こちらで5800円と消費税になります。続きまして、ディズニーのセットになります。はい、80年代、ラージ表記ですね。はい。で、マジカルイヤーズと入ってますね。20周年か何かのイベントのセットになりますね。ウォルトディズニーワールドと入りまして、ちょっとミッキーの横のところ、若干黄ばみがありますが、全然目立たないですね。気になる方は、表枠とかで落としてもらうっていう感じでいいと思います。で、バッグも綺麗なホワイトですね。ラージ表記で、僕で緩めで着用できます。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。
続きましてリバースに入っていきますね。タグがこちらですね。カットされてますがアメリカ製シューターだけどミディアム表記、はい、これは目なしですね、はい、目なしの袖が内縫いの仕様になってます。はい、めちゃめちゃいいですね。珍しいです。まあフロントとかちょっとこういう色抜けがちらほらありますが雰囲気は悪くないかなと思います。バックはこのような感じです。ミディアム表記で、まあ、僕でジャストサイズで除去できますね、はい、いいっすね。イレギュラーな感じ、まあ、だからカットされてるってことですね。こちらで 19,800 円と消費税になります。続きまして、目付きのリバースになります。 2XL のアメリカ製ですね。収穫で銀の目がつきまして、まあたまにありますね、この目が銀ででかいやつ、あの 木がすごい出てるタイプですね、はい、若干の薄汚れはちらほらリブのとことか、フロントの身頃もちょっとありますね。まあ色が色なんでそんな目立たないですね。でバックはこのような感じですね。バックはそこまで汚れないかなと思います。 2XL 表記なので僕でドガッとビッグサイズで着用できます。このサイズ感もまだ面白いと思います。こちらで 12,800 円と消費税になります。はい、続きましてこちらも、お、いいですね。トリコの 2XL 表記の2枚タグですね。はい、ちょっとホワイトボディですが若干ちょっと黄ばんでたりはします。全体的に黄ばんでるんで、黄ばんでるって言い方ちょっとあれですけど、うん、なんか表情悪くないなっていう感じです。ナチュラルカラーで、はい、フロントラワープリントでちょっとこういうシミとかはありますが、まあ、これも本当にブリーチしたい方はブリーチして綺麗に真っ白になると思います。バックはこのような感じです。セクセル表記で、はい、僕でいる目で着用できますね。すごいもちっとした感じがすごい出てます。お好きな方多いと思います。こちらで 12,800 円と消費税になります。はい、続きまして、こちらおすすめです。 3XL、はい、めちゃめちゃいい表記ですね。一応メキシコ製にはなりますよ。このサイズ感ですね。フロントラバープリント3段入りました。まあ、こいつも含めたら4段ですかね。3段か4段です。はい。で、バックプリントにこちら、3L とプリントあります。これ珍しいですね。はい、背中のところに入る。結構高めの位置に、はい。で、状態的には特に言うことはなさそうですかね。はい。3XL なので、はい。鬼のビッグサイズ。はい。まあ、今の感じ、うん。全然このくらいのサイズでも面白いと思う。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税になります。続きまして、はい、こちらですね。プリント珍しいと思います。こちらもメキシコ製の XL、 ちょっと、リブとか見る感じちょっとジャンクな感じというかボロリバースに入りますね。袖とかはまあちょろちょろっていう感じですかね。こっちはそんなに大丈夫ですね。はい。でプリントもちょっと、はい、割れてきてる感じでプリント珍しいと思います。で着丈も長くないのですごい着やすいと思いますね。バックはこのような感じです、うん、XL 表記で僕でいる目で着用できます。メキ製の方が意外と着丈短いんですごい着やすいと思います。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税になります。続きましてスナップカーディガン、はい、タグがこちら USSA 収穫のラージ表記ですね。ホワイトの目なしですね、はい、でもちろんポケットついてます。で気持ちちょっとこういう極みがありますが、これもまたですけどブリーチですね、はい、でバックはこれなんです。バックもちょっと点点点ちょっとありますね。サビ汚れかなみたいな。これも一応ブリーチで落とせるかなという感じですね、はい、でラージ表記ですが作りやっぱり大きいんで、まあ、XL から、まあ、XL アップっていう感じのサイズ感ですね、はい、こちらでお値段の方が 19,800 円と消費税になります。続きまして、はい、ボロリバースフーディーですね。こちら XL 表記の USA の最終タグですね、はい、の、もうこの辺ちょっと襟巻きトカゲみたいな感じですが、あと、ポケットのとこも、ちょっとこういう風にダメージきてたりはしますね。袖もちょっとちょこちょこっときてますね、はい、こっちもきてます。まあめちゃめちゃいいですね。まあユニバーシティオブマサチューセッツ、これも結構人気のパターンですし、しかもパーカー、うん、いいと思いますね。うん、ボロリバース。フーディも、マンドベルベルジンでよく置いているんですけども、これラスト一着だったんですよ、ね。はい。ウェブにアップっていうことで、うん。お探しだった方には、買ってほしいですね。はい。着丈も軽いです。おすすめですね。こちらで 17,800 円と消費税になります。続きまして、ジャケットに入っていきます。まず、まあ、おそらくメディカルジャケットなのかなっていう感じですが、こちらミディアム表記ですね。しっかりミリタリーですね。はい。で、半袖なんですよ。シングルステッチで上がってるっていう、はい、面白いですね、はい、オリジナルなのかちょっと、うん、断定はできないですが、まあ、ステッチングの感じちょっとオリジナルかなっていう感じですね、
で、汚れとかもなさそうです。はい。で、一応、表記がミディアム表記ですが、まあ、ジャケットのインチで言ったら、まあ、40ぐらいかな、という感じですね。はい。こちらでお値段の方が、7800円と消費税になります。続きまして、こちら、ジャングルファティーグですね。タグがこちらです。ミディアムロングの表記です。はい、ロングタイプの、リップストップ時ですね。フォースになります。で、こちらワッペンとかちょっと貼られてたりっていう感じですね。はい。襟のとこも貼ってたのかな。ちょっとこう、取られた跡があります。まあ、いい表情してると思いますね。ロングあまり着ていられる方いらっしゃらないので、いいと思います。はい。で、僕で合わせると、まあ、かなり着丈も長く、肩幅も緩めに着用できますね。こちらでお値段の方が12,800円と消費税になります。続きまして、こちらレインコートになりますが、ちょっとサイズのタグだけになるんですが、こちらで36レギュラーと入ってます。エポレットついてて、もうシンプルな、はい、ネイビーのレインコートになります。はい、フロントですね、ちょっとここ穴があるかなっていう感じですかね。で、バックアップでの感じです。はい。使用感は少ないと思いますね。ちょっとあの傷だけっていう感じですね。で、36レギュラーで、僕で合わせて、まあ、ちょっと細いかな、肩をちょっとジャストかな。こちらで9,800円と消費税になります。続きまして、ラルフローレンの、ナイロンジャケットですかね。はい。ラルフローレン。はい。シェル 100% ポリエステルでした。はい。でもナイロンか。裏地がナイロンですね。で、M 表記。で、襟裏がこういう風になってますね。はい。赤黒。で、ポニッシュが赤で入ります。で、ブラックベース。はい。まあ、絶対着やすいと思います。はい。しっかりベンチレーションもついてますし、バックがこのような状態です。綺麗ですね。はい。で、ミディアム表記なので、まあ僕でちょっと緩めっていう感じです。はい。ラルフ作り大きいので、ミディアムいいと思います。こちらでお値段の方が、7,800円と消費税になります。続きまして、はい。大人気ですね。カーハート。はい。こちらのタグで、サイズ表記がですね、2XL ですね。はい。サンタフェジャケットです。襟構図の、このヨークがウエスタンになっているタイプです。はい、まあ、カーハート特有の、このリアルなワーク、な感じのダメージがありますが、薄汚れとか。はい。いい味出てると思います。オリーブみたいな色ですね。で、バックはこのような感じです。はい、ちょっとポツポツとやっぱりありますね。はい。いい表情してると思います。2XL 表記なので、まあ、僕、みたいな小柄な男性だと、かなり大きめかなっていう感じです。可愛らしいと思います。こちらで25,800円と消費税になります。続きましてデニムジャケットに入っていきます。まずこちらですね、70505のビッグイーブになります。パッチがこちら、ちょっと表記はもう読み取れなくなってますが、実寸が、38表記のおそらく36の実寸になってます。で、赤タブビッグイーですね、しっかり残っております。この辺ちょっとダメージが第2ボタン付近ちょっとポツポツとありますかね。それとかの状態はこういう感じです。ちょっと黄ばんでたりはしますが。はい。いいですね。まあ、この年代の色味と相まって、すごい雰囲気は出てると思います。バックはこのような感じで、襟は、ちょっとこのくらいの、まあ、ポツポツっていうダメージですかね。はい。で、36。まあ、僕で合わせて、まあ、ジャストサイズかなっていう感じです。これ71か。71かもしれないです。71ですね。はい、すいません。71205でした。着丈長いですね。こちらで59,800円と消費税になります。続きまして、こちら70505ですね。こちらは。はい。ケアタグもしっかり残ってますが、ちょっと表記がギリギリ読み取れないですね。こちら40表記の38の実寸です。はい。びっくり残ってます。さっきのよりは色は濃いですね。はい。若干こういうポツポツポツとダメージがちらほらありますが、まだまだ濃いですので、はい、ここから全然、はい、育てて楽しんでいただけると思います。襟もクラッシュしてないですね。で、僕で合わせて、実寸38。まあ、ちょっと緩めかなっていう感じです。こちらでお値段の方が49,800円と消費税になります。続きまして、はい、こちらはお探しの方多いと思います。ビッグサイズ。ひっと言いながらちょっと表記は見えないんですが、キャタグもしっかり残っております。で、赤タブ、ビッグですね。はい。まあ、色味も、まあ、そうですね、6割アップかなっていう感じですね。ちょっとブリーチが飛んだのか、こういうまばらな色落ちがすごいなと思います。こうリペアあったりとか、はい、この辺もちょっと色飛んでたり。で、バックかっこいいな。はい。バックこういう感じで、ちょっと薄汚れ
あったりとか、ほぼちょっとクラッシュしてますけど、まあ、全然この感じでジャンクにビッグサイズできてすごい様になるかなと思います。あ、襟のところちょっとリペアがあります、ね。うん、まあ、どうせ直しますし、先に叩かれてるのはいいかなと思います。実が44ですね。はい、の奥だとかなりビッグサイズで着用できます。こちらでお値段の方が、49,800円と消費税になります。まあ、リペア分かなり下げてます。続きまして、こちらですね、キッズ、ヴィンテージキッズ1点ですね。ちょっとも表記とかはないんですが、507BXX ですね。はい、ボーイズサイズ。かわいいですね。で、しっかり赤玉も残ってます。ちょっとカットされてますね。ちょっと、ちょこちょことなってますが、まあ、ダメージとかも、袖、見る感じ、ちょっとあるかなっていう感じですね。もう本当にでもいい雰囲気出てるなっていう感じです。はい、こっちも。はい、こういう感じでちょっとダメージきてます。で、バックは、このような感じですね。襟のところも、まあ、少しって感じがするですかね。はい。ちょっとダメージありっていう感じです。はい。で、まあ、サイズは僕で合わせたらちょっと話にならないんで、まあ、実寸とか、まあ、お子さんの体型に合わせたりとか、まあ、こういうのをちょっとコレクトしてるって方には、ウェブでちょっと実寸見ていただけたらなと思います。こちらで、98,000円と消費税になります。はい。続きまして、デッドストック1点ご紹介していきます。一応、袋付きで、一応コントラクトも、こちら紙が残ってますね。スモールレギュラーの表記。まあ、レッドなんで、まあ、一応広げますが、まあ、レインコートですね。もうちょっとベルトは外したくないんで、ちょっとこのままにしておきますが。まあ、そうですね。スモールレギュラーですけど、まあ、僕でも全然着れそうですね。今の感じだと。はい。めちゃめちゃいいですね。こちらで、デッドストック。で、お値段の方が、12,800円と消費税になります。続きまして、はい、こちら518のビッグイですね、はい。で、パッチの表記が薄くなってますね。はい、まあ518と入ってまして、まあ34かなっていう感じですね。3430かなっていう感じです。ちょっと実寸見ないと何とも言えないんですけど、紙のフラッシャーも残っております。はい、あ、実寸3430でした、はい。3430の表記ですね。で、フロント、こちら4リータの採用されております。で、現段階で3430。はい。いいと思います。まあ、素揚げしてもいいですし、まあ、押しかけると縮むと思いますので、サイズ調整は効くかなと思います。518、ビッグ用デッドストックでホワイトですね。こちらで128,000円と消費税になります。はい、続きまして、パンツ類ですね。ご紹介していきます。まず、ショーツからいきます。タグがこちら、カートですね。こちら、ニカラグア製ですね。はい、34のウエスト表記ですね。フロントジッパーですね。YKK。しっかりついてます。まあ、薄手のダックジっていう感じですかね。はい。ちょっとちょくちょく薄汚れはありますが、はい。こちらもリアルな感じで楽しんでいただけたらなと思います。はい。バッチもしっかり残ってますね。で、実寸がこちらウエスト38ですね。34で38。結構伸びちゃってますけど、まあ、うん。緩く履けると思います。はい。ベルトで縛っていいと思いますね。こちらで6,800円と消費税になります。続きまして、ラルフローレンの、チノになります。チノショーツ。こちらですね。はい。サイズ表記は、まずこちら 100% ごとですね。こちらか。33の表記ですね。はい。33。で、まあちょっと、まあビビッとな。まあ、レモンイエローみたいな色にしてます。はい。ツータック。ちょくちょくちょっとこう、うっすら汚れはありますけど、まあそんなに目立たないですね。着用時。うん。色味も色味なので。で、9タグしっかりついてますね。はい。で、実寸がこちら33の表記で、こちら、表記通りですね、33。はい。まあ、開ける方多いかなと思います。こちらで5,800円と消費税になります。続きましても、2タッグショーツですね。はい。ロレフローレのタグがつきまして、100% コットン。で、ウエストのサイズの方が、こちらか、36の表記ですね。よいしょ。なんかユーロみたいな色してますね。ユーロのなんかフレンチワークみたいな感じの色をしてます。はい。ツータック。フロントジッパーフライで、こちらはポニー刺繍になりますね。ネイビーの。で、実寸がこちらウエスト35ですね。こちらも緩めで、はい。軽い感じですごい履きやすいと思います。こちらでお値段の方が5,800円と消費税になります。続きましてはカーゴショーツになります。ラルフローレン。100% コットンですね。スリランカ製になりますね。で、サイズ表記の方が、こちらですね。こっちか。31ですね。
こちら。はい。31の表記の、カーゴショーツ。はい。まあ、生地はちょっとチノの生地になってますね。はい。バッグはこのような感じです。こちらにピスがつきます。タグですね。はい。状態はいいと思います。で、実寸がこちら32ですね。まあ、こちらも緩めで着用できるかなと思います。しっかり長さもあるんで履きやすいと思います。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、アディダスのショーツになりますが、よいしょ、こちら、AT ですかね。はい。サイズラージ表記ですね。で、こちら、紐付きのコンディション。はい。あ、デッドストックだ。デッドストックになります。フラッシャーも残ってますね。はい。で、よいしょ。まあ、イージーパンチ仕様で、こちらに、アディダスの刺繍が入ってます。はい。ベルトループとかつかないですけど、もうドローコードで縛っていく感じですかね。まあ、なので、サイズは、まあ、多分35とか36くらいからこう縛れるっていう感じのサイズ感になってると思います。こちらデッドストックですね。お値段の方が6800円と消費税になります。続きまして、こちらカーハートになります。はい、ジッパーフライ。はい、ちょっと、表記とかはないかな。内側ですね。ダック地のショーツになりますね。よいしょ。こちらにありますね。はい。34ですね。しっかりアメリカ製です。はい、いいと思います。で、ホワイトダック。まあ、ナチュラルカラーに近いですが、まあ、きなりくらいの色にですね。若干こういう薄汚れはやっぱりありますけど、まあ、雰囲気も雰囲気で、このまま楽しんでもらったらなと思います。はい。で、実寸の方がですね、こちらはベース35。まあ、こちらも縛って履くなり、まあ、逆に緩く履くなりしてもいいかなと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税になります。はい、続きまして、フルレングスに入っていきます。こちらが、よいしょ、コーデュロイ、太尾根構図の、タグが、こちらですね。はい、ウールリッチですね。はい、ウールリッチのタグで、サイズ表記とかはちょっとなさそうですかね。はい。でちょっと、まあ、ベルトループがかなりこう太く、はい、ついてます。はい。はい、面白いですね。はい。なんかちょっと、なんだろう。ジョッパーズみたいな。雰囲気醸し出してますね。で、ここが、一応、こちらマジックテープの仕様になってます。はい。ジッパー4に立ったロケットタロンですね。はい。めちゃめちゃいいですね。で、実寸が面白いですね。3321。はい。かなりレングスは半端丈ですが、うん。これもこれで、まあ、ファッションな一本かなと思います。こちらで7800円と消費税になります。胸の状態もいいです。続きまして、リーのデニムになります。おすすめです。こちら、先染め。のカラーデニムになりますね。こちらタグが3430の表記ですね。はい。メイドイン USA です、はい。はい。で、フロントはこちらジッパーフライ、YKK ジッパー採用されております。はい、いい色だと思います。パープル。はい。デリーのレザーのパッチも残ってますし、レジスター MR しっかりついたピスも残っております。はい。で、実寸の方がこちら3230ですね。ゴールデンサイズだと思います。文句なしです。しかも安いです。こちらで7800円と消費税になります。続きましてデニムに入っていきます。まずアメリカ製501ですね。マッチ表記が3532の表記ですね。ガタブもしっかりございます。で、ポケットもちょっとこういう風にいい当たりがついてたりとか、フロントもレギュラーの中ではかなりいい色地かなと思います。結構ブワーって出てますね。はい、で、レングスも、そうですね。じゃあオリジナルかなと思います。で、実寸の方がですね、こちら3428か。なるほど。はい。まあ、かなりいいサイズバランスかなと思います。はい。こちらでお値段の方が12800円と消費税になります。続きましては、逆にかなり色味の落ちた一本になります。はい、501。ちょっとパッチ表記は読み取れないですが、赤ダブスモーリーですね。しっかり残ってます。綺麗なアイスブルーですね。フロントも。若干ちょっと茶番な雰囲気もありつつも。本当に薄い一本を探しの方にはおすすめですね。実寸が3131ですね。こちらも緩めで。レングスもちょっとあるんで、溜めて履きたい方。まあ、この色味だったら溜めて履きたい方が結構多いと思うんで、はい、いいサイズだと思います。こちらで12800円と消費税になります。はい、続きまして。こちらも501-3233表記ですね。赤タブ残ってます。こちらは割と中間色かなっていう感じですね。はい、お尻付近ちょっと色落ちてますかね。っていう感じですかね。フロントも割と綺麗に当たってますね。サイドは結構綺麗ですね。これは。はい。US メイドの中でもいいと思います。
で、こちらが、実寸31/30ですね。はい。すごくバランスのいいシルエットだと思います。こちらで15,800円と消費税になります。はい。続きましては、割と濃い1本ですね。7割アップくらいですかね。505-3630表記の赤玉もしっかり残ってますね。はい。色味はいいと思います。で、レングスはちょっと上がってます。はい。で、こちらが、実寸が35/28です。まあまあ、この濃さなんで、履いていけば全然当たりも出てくると思います。サイズバランスが何よりいいと思います。はい。こちらでお値段の方が、12,800円と消費税になります。はい。続きまして、こちらも505ですね。3332の表記。はい。で、オレンジタブスモールEですね。こちらもまあ、6割くらいかなと思います。まあ、フロント綺麗に、はい。膝のとこ落ちてるかなと思います。で、実寸の方がこちらが、3331、レングスが1インチ縮んだサイズ感ですね。まあ、足の長い方、うん、いいと思います。こちらで15,800円と消費税になります。続きまして、はい、こちら550ですね。はい、3130の表記の赤タブもしっかり残ってます。結構全体的にこういう風にちょっと茶番な感じの色味ですね。で、しかも結構ヒゲも出てるんで、はい、すごいいい一本だなと思います。はい、なんか、下手な赤耳よりいいなと思います。はい。で、実寸の方がですね、こちらが3130。はい。表記通りですね。うん。うん、いいレギュラーだと思います。こちらでお値段の方が、12,800円と消費税になります。続きまして、一本、ちょっとカツラギが入りました。はい。ちょっとパッチは取れちゃってますが、白タブびっくりですね。はい。カツラギで、フロントが、ちょっとこういう風にまばらにちょっと色移りか汚れなのかちょっとわかんないですけど、ちょっと飛んでます色が。で、ジッパーはこちら、はい、グリッパージッパーですね、採用されております。で、サイズバランスもいいです。3231、はい、まあ、スリムに、ね、はい、合わせられるかなと思います。はい、こちらでお値段の方が25,800円と消費税になります。続きまして、ヴィンテージに入っていきます。はい、こちら606の、こちらですね、ビッグイーですね。はい、いいですね。色味もまあ7割アップかなっていう感じですかね。はい。で、フロントがこちら42タロンですね、採用されております。色味も濃いですし、レングスがですね、ちょっと左右で長さは一緒なんですけど、上げたステッチの色が違うんですよね。右足の方はちょっとネイビーのステッチで上がってて、こっちはオレンジのステッチになってます。ちょっと面白いですね。まあ、でも履いた感じ、僕これちょっと欲しくて試着したんですけど、まあ全然問題なかったんで、オフグレーの体型の方がすごいいいサイズ感ですね。で、こちらが、実寸の方がですね、ニック31。606だと結構股上こうジャストで履くんで、レングスは意外とあった方がいいかなと個人的に思います。僕ジャストサイズです。ニック31。はい。色味もいいですので。はい。プライスもいいと思います。こちらで108,000円と消費税になります。続きまして、はい、ジッパーフライですね。505の、びっくりです。はい。マーケートちょっとこう抜けてる感じの雰囲気です。いいっすね。色味も7割程度かなと思います。フロントも綺麗に当たってますね。で、ジッパーはこちら、グリッパージッパーかな、採用されております。で、ちょっとここダメージが1箇所あるかなっていう感じです。リペアは、こちらされてます。はい。リペア済みです。で、しかも何よりいいのは、はい。ちょっとレングス上がってますが、もう当時上げですね。はい。耳付きの505です。で、実寸の方がですね、こちら、3527。めちゃめちゃバランスのいいサイズ感かなと思います。はい。3527。はい。まあ、腰で履いてもいいですし、サイズ合う方、すごいおすすめの一本です。耳付きの505ビッグイで、128,000円と消費税になります。最後までご視聴ありがとうございました。